皆さんこんにちは、マグです。空港に着きました。ヘルメットだから、次の便結構10年前の便だったから良かったです。のショールーム行きました。電車とバス乗り継いできたんですけど、はい、今回東京ではロイヤルエンフィールドハンター350をお借りしております。はい、今東京に来ているんですけれども、北海道はまだ桜が咲いていないんですが、東京は桜が今満開でとっても綺麗です。今日はマピコちゃんと待ち合わせをしているので、待ち合わせ場所に向かっていきたいと思います。はい、そしてマピコちゃんたちと合流して、私が乗ってきたハンターをマピコちゃんも試乗してみることに。すっごくニコニコしていて楽しそうです。はい、ぐるっと一周回ってきて、いいね、いいよね、めちゃくちゃいいね。しかも、はい、まきちゃんが試乗している間、私はちょっと桜を見てきました。綺麗、めっちゃ綺麗だ。北海道ではだいたいゴールデンウィーク頃に桜が満開になるんですけど、私はいつもゴールデンウィーク本州にツーリング旅に出てしまうので、満開の桜を見たり、バイクと一緒に桜の写真を撮ったりすることがタイミング的になかなか難しいんですよね。で、私昔愛知県に住んでたことがあるんですけれども、その時はね、桜を見にツーリングに行ったりしてました。本州だと近くの大きい公園とかに桜の木が植えてあって桜が満開になったりすると思うんですけど、北海道ではね、なかなか近くで桜を見れるスポットがそんなに多くないんですね。ツーリングで行くってなると、札幌から離れた静内というところの20軒道路というところが有名なんですけれども、そこで見れたりとかもします。で、過去に私も20軒道路とか日高の優秀桜ロード、あとはね、札幌近郊でバイクでお花見ツーリングに行ったりもしたので、もしよければ過去のそちらの動画もぜひ見てみてください。すごい綺麗うわー、こんなに桜見れると思わなかったな。はい、マピちゃんのバイクをキックさせてもらえることになりました。はい、なんかちょっとヘナチョコなキックだったんですけれども、かかりました。緊張する。これマピコちゃん、私の靴ひもほどけてるのに気づいて結び直してくれました。マピちゃん、どうもありがとう。逆シフト逆チェンジというバイクなんで、走り出し緊張してます。はい、で、いざ走り出します。お行きなさい。このバイク、ブレーキがね、ギュッと効く感じではなくて、ブレーキがスススススみたいな感じで、じんわりゆっくり効く感じなので、パッと止まりたいところですぐ止まれないような感じでしたね。はい、マピコちゃんが乗ってもいいよと貸してくれたロイヤルエンフィールドなんですけど、このバイク、通常のバイクと違って逆シフト逆チェンジという、足の操作が左右逆、そしてシフトチェンジのね、上下も逆というね、ちょっと変わったバイクに乗ってるんですよね。通常のバイクの操作だと、右足がブレーキ、左足がシフトチェンジ、一足は下にレバーを踏みます。シフトを上げるときは234とシフトレバーを足で上げていくという操作になるんですね。で、これが全く逆になります。まず通常だと右足がブレーキなんですけど、左足がブレーキになります。そして通常だと左足がシフトチェンジなんですけど、右足がシフトチェンジになります。
このシフトチェンジも上下の操作が逆になるんですね。通常だと一足の場合は下に踏むんですけど、この逆チェンジの場合、一足を上に上げるそうです。そして234とシフトを上げるときに下にシフトレバーを踏むんだそうです。もうね、左右が逆っていうのだけでもこんがらがるのに、シフトチェンジも上下逆なんですね。はい、説明しながらも表を見ないとこんがらがってきます。はい、そしてね、マピちゃんが私がね大丈夫なのかと思って心配で見に来てくれて待っていてくれました。ありがとう。ブレーキが逆上がちょっと怖い。怖いし、あ、なんかこうゆっくりしか行かないです。ブレーキが怖い。これあのチャリのように効かないでしょ。そう、なんかブレーキがまずそんなに効きよくないし、なんか反対側だから、あれブレーキどうすればいいんだっけって感じ。へ、すごいな。これ乗りこなしてるマピちゃんがすごいんだよ。だからすごいわ。なんか混乱する、ね、混乱するでしょ。はい、そしてこの後お腹空いたからご飯を食べに行こうということで、私が住んでいる札幌ってあまりね、もんじゃ焼きっていう文化がないんですよね。ということでね、これから築地にもんじゃ焼きのお店が立ち並ぶ通りがあるらしくて、そこに行ってもんじゃ焼きを食べることになりました。もんじゃ焼きとかね、お好み焼き大好きなのでね、とっても楽しみです。ところどころね、桜が咲いているのが見えて、とってもいい季節ですね。はい、バイクの駐輪場に来ました。慎重に止めていきます。今はもんじゃ横丁に来ております。なんとなんと北海道からいつぶり？いつぶりなの？しょっちゅう来てるよね。去年10月ぶりぐらい。マッピー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 。マピちゃんがもんじゃ焼きを焼いてくれてます。もんじゃ職人。ありがとうございます。これの焦げてるとこがちょっと美味しいんだはい、歌舞伎座の前に来ました。はい、すごいこうね、高層ビルが立ち並んでますね。もうザ都会って感じです。この車かっこいいね。なんていう車なのかな。はい、お昼ご飯を食べている時にハビちゃんがこれからどこか走りに行こうかなみたいなことをつぶやいていたので連絡してみたところ、お昼ご飯の後に
ハビちゃんも合流することになりました。もらった。ハビちゃんありがとう。かわいい。あ、眩しい動画。めっちゃ眩しい。めっちゃ眩しいね。ヤレーフィールド2台並んでるよ。カッターとパレット。すごいね。すごい光景だね。2台並ぶっていうのはめっちゃかっこいい。いいね。めっちゃかっこいい。かっこいいね。かっこいい。いいね。めっちゃ似合う、ほんと。めっちゃ似合う。似合う？ヤバグちゃんも似合ってる。インカムがない私はね、3人で何を喋っているのか聞こえないのでちょっと寂しいです。おー、スカイツリーが見えてきたぞ。めっちゃ最高やね。おー、すごい。待て、何をしてるんでしょうね、これは。スカイツリーが大きすぎてカメラに収まりきらないです。すごいな、これ。なんかやってる。何？それは何なんだ。はい、そしてね、スカイツリーが見えるテウスというカフェに来ました。はい、ちょっとね、ここ歩道なのでね、バイクを今押しています。キラキラしてますよ、スカイツリーが。気をつけて。めっちゃね、まぐちゃん。また来てね。じゃあな。なんか桜の咲いてる通りなのかな。牧庭通り。おー、すごい夜桜。お花見してるね。いや、花粉がすごい。花めっちゃかゆい。うわー、めっちゃ綺麗。すごい。わー、綺麗。はい、今回のマグチャンネルは
東京でお花見桜ツーリングでした。この動画がいいなと思ったら、ぜひいいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。私はゴールデンウィークだいたい10日ぐらいツーリング旅に出ると思うので、ゴールデンウィーク明け頃までね、更新ができないとは思うんですけれども、また次の動画でぜひお会いしましょう。したっけねー。